君とのラブストーリー、それは予想通り、いざ始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局だったの観客だ。感情のない愛にストーリー、それはいつも通り、慣れてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生やら、続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で、愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから、スーパー君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れたくないのさ。その髪に触れただけで痛い、やいやでも甘い、それじゃ僕にとって君は何？答えはわからない、わかりたくもないのさ。ただ一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。誰かが偉そうに語る恋愛の論理、何一つとしてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと違う設定で、もっと違う関係で、出会える世界線選べたらよかった。だって純な心で叶った恋を抱きしめて、好きだとか無責任じゃないな。そう願っても虚しいのさ。スーパーエンスライダー手の向こうへやったらいい。息伸ばすたびに続きが済みないには、君はいない。その事実に来ない、いや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 、それ苦しいよな。君の運命の人は僕じゃない。辛いけど否めない、でも離れがたいのさ。その髪に触れただけで痛い、やいやでも甘い、やいやいや、グッバイ。それじゃ僕にとって君は何？答えはわからない、わかりたいもないのさ。ただ一つ確かなことがあるとするのならば、君は綺麗だ。これもロマンスの定め、ウェルフライオだ。永遠の約束もないけれど、とても綺麗だ。